こんにちは、遠藤です。爆破マップのキャリアをやっていきます。で、今回、ブラックスクワット、ヘッドショット、一撃じゃ死なねえって、この前文句言ってたんだけど、なんか一撃で倒せる武器があると聞きました。それが AK-12 のヘッドが一発っていうことで、ちょっとまだね、あれAK-12 選んだんだけど、なんでスカー L になってんだ。ちょっと AK 使わせてくださいよ。ちょっと遅かったか、選ぶのが。で、B 一人しかいないんで B に行く。なんか一撃が重いんだけど、ばらけるってことで。ただね、初弾がまっすぐ飛ぶってことなんで、なんだろうな。まあ、バトルライフルらしい単発撃ちで使っていこうかなって思ってます。まあ、単発撃ちだとね、なんかスナイパーライフルに近い運用になるんで、あんま個人的には得意じゃないんだけど。まあ、使ってみますか。ちなみに練習はまだしてないんで、もう多分グッタグタになって負けるかもしれないんですけど、そこはご了承お願いします。ってことで、味方がラインを上げすぎてるんで、自分一人は自陣近くで思ってます。これはどういうことだA とか B とか全然見てないけど。敵が一人しかいない。おー。何にもせずに勝ってくる。ということで、AK を使わせてくれ。来た。これどんな感じなんだ？覗かなくてもまっすぐ飛ぶのかな？できれば。あ、飛ぶね。まっすぐ飛びますね。ってことはもう、ADS は、しない方針で。このぐらいかな？ちょっと飛ぶれるか。さっきの感覚で。いきますか。さて、もう適当に突っ込んで、単発撃ちをしていく。敵がいないなぁ。いたいたいた。一発、当たんね当たんね。ヘッドは当たんなかったけど、威力強えなぁ。いたいたいた。おぉ、一発一発。これがヘッド一発ってやつですか。どうだろう、味方がちょっと削ってたかもしれない。爆弾の音が聞こえたんで、多分ロングにもう一人。いた。ふい、ヘッド狙ってくー。おぉ。確かになんか威力はすごいけど、結構やっぱ散らばるね。単発撃ち専門銃って感じだな。なんか、バトルフィールドの1の昔の武器みたいな。歩き打ちだとちょっとばらけるか。さて。また、適当に突っ込んで、負けたちゃんと狙えないと、すぐ負けちゃう。これ、フロートで撃ってもいい。あの距離だったらフロートでもいいのか。おっとスナイパーライフルに持ち替えて、4対3だ。外を見てる。ボムを食らって、いいね、覗いてます。おっと、右から出てきたか。左にもさっき言ったぞ。当たらない。スナイパーライフルが当たらない。これはちょっとスナイパーライフルが持ったのは、どうだ、果たしてよかったのか。おー、やられた。1対3。厳しいなぁ。痛い痛い痛い。おー、いいね、今の、いいね。スマートに殺してくる。で、A に設置しようとした人が死んだってことは、あそこにボムが落ちてると。また仕掛けられている。おぉびっくりした。この人も AK 使ってるね。スノーフレーク。スノーフレークってなんだ、なんか、うまそうな名前だ。お、勝った。すごい。ナイス。スノーフレーク。猫が。うちの猫がうるさい。スノーフレクトすげえ美味しそうだね。お菓子だね、それ。さて、AK の単発撃ち。これをヘッドに当てていきたいが。いやーでも難しいなぁ。このレートの銃あんま使ったことないからなぁ。いた！いたぞ。今見えたぞ。ういぃ、ヘッド出てくる。この距離でも一発か。すげえな。今当たったよね。これもう一発当たったら倒せんじゃね？腹でもいいよ、もう。
と思ったら B に、え、俺だけ？いや、1対4かよ。厳しいな。全員ヘッドショットだな。当たらん、当たらん、当たらん。2、3発しか当ててない。ヘッド当ててくる。あー！一気に来られちゃう、もう。ね、ちょっと一回引き返せばよかったかな。戦略も何もなかったな、今。もうちょっとね、相手の考えることを予測して、戦略を練らないとダメです。もう今、ただ頭打つことしか頭なかった。A に3人も行ってんのか。じゃ、真ん中見つつ、B を警戒しといた方がいいか。敵。おっと、やけに静かだ。もう来てもおかしくないんだが。B か、これは。B か、それともずらして A か。B、B 上がってるけど A かな、これ。B ライン上げてるけど、あ、A です。おっと、これは、やばい、真ん中抜かれてるね。ちょっと、ここから注意して。痛い痛い痛い。おい、ヘッド一発。これが AK の威力。使いやすくはない。これは、まあ、強いけどね。お、いるね。おー。おー。あと二人。A にはいないか？おー、これ、味方だな。すいません。さて、左かな。いないかな。いない。静かな。どこかな。B、B、いっちゃったか。お、スノーフレークじゃん、これ。ちょっとこっちの AK を使ってみたい。外見てくれて、2番に人がいる。やっぱ裏かな。お、スノーフレークもう一個落ちてる。みんなスノーフレークだね。人気なんだね、この人。おっと、左。左から来てる。うわー、負けた。マジかー。やっぱここでね、ヘッド一発当てなきゃダメだよね。おぉ、強い強い。敵強いっすね。やべ、なんか疲れてきた。ちょっと集中力が持たないな。この銃は。ちょっとぶっ続けでやってるのもあって、疲れてきましたね。さあ、ラウンド6どうなるか。C4 持った人が、12番、ロングを、いいのか、俺、ロング見に行ってる。なんか、あそこの敵が恐ろしいんだよな。ヘッドできねえかな、これで。ま、来ないか。おっと？車線が。お。あ、味方が撃ってるだけか。おっと、敵がいる。ヘッドショット。これが AK ですね。で、裏にいるか。ただそこ、上にいるんだったら、不利だぞ。あー、案の定やられてる。ちょっとこっち警戒しないとダメかな。警戒しておきますか。敵が出てくるか。出てくるよな。うわ、唯一の生存。俺か。C4 がある。どうしよう、これ。3対1か。全員ヘッドショットだ。来た！当たらない。ちょっと、うわ、後ろからも来てた。タイミングが悪かったな。ダメだな。あの状況でハンドガン持ち替えはやっちゃいけなかった。さて、ラウンド7。お、C4 を取った人が、また12番に行って、ちょっと12番は危ないんで、5から2に行きますか。もっと奥に多分敵がいるぞ。いたいたいた、カバー。あーっと、カバーに入れるか。任せろ。よし。味方もまだ生きてる。もう一人。もう一人やってくー。おっと、爆弾。爆死してしまった。お、これ4対3だから、いけそうか？爆弾は？あ、この人か。設置しちゃえ。ちょっと待って。あれ、A 設置でいいんじゃないか。A 設置。なぜそっち行く？おー、後ろから撃たれてる。あかん。大丈夫か、これは。2対2か。さて、どうなるか。C4 取りたいが、
もう敵に見つかってるからなぁ、C4。おっと、お、ナイス。いいね。スノーフレークだね、これも。C4 を取って、おぉ奥に、お、ナイス。いいね。強い。味方ナイスですよ。さて、7ラウンド目。4対3か。ゴブゴブだな。次どうしよう。このマップもな、正直まだあんま覚えてないから、よくわかってないんだよな。ちょっと入り組んでんだよね。A か B かどっちか忘れたけど。B かな、入り組んで。で、上から見ていく。ちょっと、じゃあそっち側は私が、もう入っちゃいますか。入って。おっと、これ敵か。味方だな、やられてんの。あさすがに早いか。速攻で設置してやろうと思ったけど。ね、設置中にやられちゃいました。おー、味方もやられてく。相手が二人だとやっぱ厳しいか。うまいことカバーしてくんだよな。2対4。お、今、敵の姿が見えたか。あー、それ多分逃げてるか？回られてるんじゃないかな。わからんけど。まあ、あんまそこで待つ意味ないかな。合流した方がいいっすね、こういう時。こういう風に二人になっちゃった時は、なるべく固まって行動した方がいいですね。まあ、防衛の時とか特にそうだね。一人ずつ、まあ相手も固まって動いてるだろうから、2対1ですごい不利なんですよね。さて、すごい静かな。敵は、おっと、あそこに敵がいるとは。さあどうする？位置を変えて、一人やっていく。残り3人。今なんか敵の姿が見えた気がする。気のせいか。さて、1対3の状況になってしまった。そこで C4 が落ちている。おー！あれあれだよね。銃についてるグレネードだよね。あれずるいな俺のやつにもついてんのかな？使ったことないんだよな。使い方わかんねえや。誰か C4 を持ってほしいな。持ってかない。じゃあ私が。A、A 行きますか。さっきのルートだ。さて。いやーでもヘッドショットしたいね、もうちょっと。なんか集中力切れてきたから。難しいかも。おっと？もう持ってった方がいいか。持ってって、壁から入りましょうかね。上を見て。おー、いた。あー、負けた。あー、もう一人やっちゃった。ひえー。これちょっと厳しいね。AK 強いんだけどね。なんかもうちょっとあれかな。いい使い方あるのかな。なんか反動が激しいから。反動制御しながらフルオート射撃とかしてもいいのかな？なんか当たる気はしないけど。あ、こっち4人になっちゃった。まずい。この状況で4人はまずい。4対5か。さて、一度 C4 を置いて、P、12番見てくれてるんで安心して中に入れる。おっと、1人やられる。お前いるってことだよね。どうしよっかな。まあ、ただ AK だから、打ち勝てると。おー、なんだ。おー、後ろかよ。なんだあれ、お二人やってくー。びっくりしたんだけど。ちょっとびっくりした。C4 が、あんなところに。どうしよう。
ああ、ちょっと待てよ。こっちから出てこないか。合流したい。お、いた。ああ、しかも負けです。これなんだよね。ここでヘッドパーンと一発抜けなきゃダメだよね。ちょっとまだ、まあ、練習とかも全然してないからあれなんだけど。どうだろうな、AK。AK よりも個人的には、スカー L の方が、スカ負けてるし。ってことで、以上です。